はいどうも、青森クォーターチャンネルのあっちです。今日はちょっと趣向を変えましてね、なんと調理器具をねご紹介しちゃおうかなと思っています。調理器具がなぜクォーターに関係あるのかっていう話になりますけども、今日はね、この後夜仕事があるのですから一回、部屋に戻って今おりますね。戻りまして、ちょっと娘のために晩ご飯を用意してからもう一回出かけるという過酷なスケジュールの中で、どうも撮らせていただいておりますね。今日ご紹介するのはこちら、じゃがじゃん、サンクラフトという会社で作っている卵なめらかスティック商品でございます。これは何かというと、これがなぜクォーターに関係あるのかと言いますと、私もライブ終わりまして夜打ち上げですね、打ち上げを上の3分の1でやるときにいろいろ食べ物が出てきますけども、焼きそばが一番大好きですけど、卵焼きが時に出てくるんですね。で、オーナーの高さんの作る卵焼きのなんていうんですかね、こうと滑らかな肌の感じが、これ何なんですかねと、教えてくださいよって言っても、まあ教えてくれないですね。彼はね、料理の方法を教えてくれない。それでございましてね、オーナーの奥さんである陽子さんからね、実はこれ使ってるんだよっていう、ね、情報を得まして、私も滑らかにするあれを使ってるというね、で、まあそういう流れでございますね。さて、じゃあ実際どういう風になるのかというのをね、ご紹介していきたいと思います。時間長くなるといけないので、手早くね、白い卵、これ白くても赤くてもいいんですけどね、せっかくなので赤い卵、この卵をこう普通に混ぜるだけなんですけども、なぜ滑らかになるかというと、ここがこう鋭利になってましてね、プラスチック製なんですけども非常に鋭利になって、まあ手が切れるほどのものではないですけど、鋭利になってます。こう混ぜていきますと、まあ見る見る、ほら白身のルルルっとしたのがね、切れていくわけですね。でこうほらほら、もうあっという間に滑らかでございますね。まあ、こういう風になると、まあこの後私はこれを卵焼きにして仕事に行くっていうこの悲しい感じでございますけどもね、ぜひね、Amazon で200円、200、300円弱ぐらいで売ってますんでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてはいいんじゃないかなと思います。青森クォーターチャンネル、チャンネル登録まだという方は、またチャンネル登録と、また今回の動画にも高評価の方よろしくお願いします。はい、というわけでね、混ぜるだけ混ぜてちゃんと焼いたのかっていう話になるかもしれない。ちゃんと焼きました、はい、切っていきたいと思います。熱い、断面ほらほらほら、こんな感じ、滑らかでね、盛り付けて、熱い、こんな感じ、こうか、はい、じゃあ仕事行ってきます。